ごいですね。これはなんかチキンと昔のなんかわからんな、ジュージー。味噌そうかな。うん。今日はですね、神石高原、退職橋に来ました。ちょうど紅葉シーズンということで、綺麗に紅葉が見えてます。気になるものが絶対ね、目を落とします。落とすというか見落とします。この横弁天さんみたいな見てます。ご利益あったり、
なんか村みたいなのに到着しました。先ほどの、まあ、出だしの位置というか、まあ、駐車場ですかね、観光お土産とかそういうところ3キロもあるんですね。漁業協同組合実はね、これを、まあ、見に来たというか、昔のあの食堂、廃墟。すごいレトロな自販機ですね、これ。UCC コーヒー、当たりが出るやつですね。
っとしたミニゲーム。ランプに当たったらもう一本おまけ。まあこの当たりのところに当たればいい、いう感じですね。130ですね。130、1も130。だからまあ、まあ、今でも、一般的には130円とかなんですけど、まあ、かなり古いものだと思うんですけど、やはり結構登るので、プラスアルファの登山価格みたいな感じになってるのかな。田舎そば、おでん、マスですかね。ちょっと漢字僕苦手なので、まあ、ニジマスですかね、これ。ニジマス、ニジマス料理。立ち入り禁止もないので、もうその当時のままですね。先回ってて、ちょっとあそこにズームしてみましょう。ビール300、中ビール400円、大ビール500円、ワンカップ1個かな、なんて書いてるんですか。ちょっと400円、中ハイ250円。自転車が乗ります。この自転車使ってさっきの道帰りたいですけど、それやったら怒られるので。大丈夫、まあ、あの2階は多分お座敷ですね。お座敷です。で、ここはなんか養殖施設聞いたんですけど、今なんかやってないみたいですね。2階、どうやって上がるの。2階にあの通ずる道が、道行くか、本当にあの2階に行くなんか通路みたいなのがないですね。どうやって行くんだろう。こっちはあの右がねキッチンなんで、ちょっとこの先に行ってみます。
まあ、このままずっと先に行ったら普通に川になるみたいです。で、こっち行ったらダムなんですけども、なんか崖崩れみたいなんで先進めないみたいな感じです。で、これずっとねまっすぐ行ったとしても、まあ何ていうんですかね、町に出るような感じなんですよね。となると今からそっち行って戻ってくると、まあ、夜の山越えというかなっちゃうんで、もうやめようかなと思います。すごい中途半端ですけど、でもまあ目的はね達成したので、達成したというかね、お食事所を見れたん で実際はここから、先ほどのね通れなかった橋の方に行けるみたいです。はい、ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。